はいどうも、りょういちです。それではダークソウル3やっていきたいと思います。今回は罪の都をね、探索したいと思います。できればボスぐらいまで行きたいですね。なんとか前回はね、サリバーンをね、イルシールのボスのサリバーンをね、なんとか激闘の末ね、倒しましたけどね。ここも強いボスがいるのかな。どっちだ、どこへ行けばいいんだ。こっちか、降りるのか。なるほど、罪の都、都なのか。一応なんだ、こっちはあんまりだな。まあ頑張ったらいけそうだけど、まああんまりか。これなんだ、石像、何を持っているんだ。柱を持っているのかな。槍か、なんだ、何の人なんだ。アイテムがある、取れない、敵がいないな、あんまり。うん、なんかいたぞ。あ、またこいつだ。鳥、石の鳥。ほっほっ、よし、いいぞ。 OK、 無傷で勝利。こいつは無限に出てくるのか、もしかして。一回倒したら終わりじゃないのかな。こっち行ってみるか。あ、結晶トカゲ。こっちは結晶トカゲ。結晶トカゲだらけか。いけるかなー。ほっ。あー、一発外した。一発外したな、最初の一撃が。ほっ。あ、し、引っかかったけど。よいしょ。レイピア当てにくいんだよね、地味に。そしてこっちも、ほっ、なんか穴がある。びっくりした、穴があったのか。ここ降りたらやばいよ。あー、いるもん、なんか嫌なやつが、虫がいるもん。もみくちゃにされるんだよ、降りたら。こっちはアイテムがある、錆びついた金貨だ。あ、ここも穴があるやん。怖い怖い、穴には気をつけよう。あ、でも下に降りるんだな、結局。こっから降りれるようになってんだ。っていうか降りないといけないのか。ん？今のは何だろう、毒のやつかな、わかんない。あー、虫がいる、虫がいる。これもしかしてまた沼か。あ、でもここ降りれないな。降りないとダメなのか。向こうには降りないといけないな。あそこなんだろう。怪しいよね、あれ。あの建物。行ってみるか。ボスではなさそうだけど。うわ、毒だ。猛毒か、これもしかして。猛毒とかいうやつじゃねえの。違うのかな、わかんない。わかんないけど、危険なのは確かだ。とりあえず敵をこっちへ呼ぼう。よいしょ。来い来い。うわ、毒吐くんだ。よいしょ。あのアイテム取りに行くか。まずあいつを誘い込む。来いよ。うわ、なんか横にいた、横にいた。マジで、マジかよ。誘われたのは俺か。やめて、2対1はやめて。だからだからやめて。うわー、うわー、危ない。いて、よいしょー。危なかった、意外と。油断したぜ。と、なんだ、怪獣石。あ、いた。呪いを解けるのかな。よいしょ。はしごがある。一旦上がってみるか。何があるんだ、一体。屋根。もしかして入り口は開いてないパターンかな。開いてなくて、こっからしか行けないのかもしれないね。
こちら側から開かないやつか。なんだこれ、動いてる、生きてるな、こいつ生きてるぞ。起きた。なんだこいつ、なんだこいつ、手の化け物、手の化け物だ。いて、うわーすげえ気持ち悪い、これは。またうわー、しかも勝て、超勝て、超気持ち悪い。アイテム取ろうっと、先に。よし、なんか防具、あーミミックかな、これミミックじゃない、もしかして。ほっ、ミミックだった、本当に敵を増やしちゃった。よし、ここは一旦ね、一旦まず行きましょう。ゴミクズ、どこ行った、来るかな、来れるのかな、あいつ、あの巨体で。来れない、あ、来れないんじゃね、来れないわ。でも行き止まりじゃんこれ。来れた、来れたわ、残念。ほらほらほら、よいしょ、いて、寝返りをつな、うわー、よ、いける、いける、 OK。 ふう、危なかった。クソ団子かよ、消えた。一回しか出ないパターンのやつかな。うわ、ミミックが上にいた、びっくりした。ほっ、危ない危ない危ない、捕まったらやばいからな。ほっ、ほっ、ミミックだらけだな、意外とこの辺は。よいしょ、オッケー、オッケー。アイテムをよこせ、杖かよ。ここを下降りるしかないってこと？いや待ってよ、この建物は一体何だったんだ？この建物の全貌は俺はまだ見ていないぞ。上に入っただけだもんな。下から別の入り口があったりするのか。こっちは何だ？なんかいる、いるぞ、なんか魔法使いが。なんだこいつ、見ないな、初めて見るぞ。よいしょ、早い、素早い、あいつ素早いな、こいつなかなか。しかもで、結構デカめの武器を振り回しよって、重い攻撃だな、一撃が。しかもガードもできるの、いて、危ね。よいしょ、落ちろ、そのまま落ちろ。え、なんだ、魔法に走りやがった、あいつ。やられそうになったら魔法に走るんじゃない。いてててて、いててて。よいしょ、いける。オッケー。ローガンのスクロール。ローガン。ローガンだったのか、あいつは。毒矢。毒矢か。別にだな。よし、ここの屋根の上はこんなもんか。とりあえずはじゃああのアイテム取りに行こう。ここだな。と。よいしょ。神の怒り。マジで。すげえ。なんだろう。やべえな、神の怒りなんて。すごい魔法に違いない。一回でもこの下、行ってみたいな。行ってみようか。ほ、入り口あんのかな、この建物。あった。うわし、危ない危ない。よいしょ、扉。開かない扉じゃないだろうな。開いた。よかった。来てる、来てるから急いで。急いでください。またいたよ。いっぱいいるじゃん、手の化け物。あ、でも死んでんのかな、あいつ。うわぁ、虫が、虫も来て。よし、一旦ちょっと逃げよう。いっぱいいるのかよ、この手の化け物は。しかも行き止まりだし、怪獣石。道ねえのか。ここはじゃあいいな、終わり、帰りましょう。上行きましょう、上にさっさと。ほっ、急げ、毒が、毒になる。よし、 OKOK。 まずまず順調か。でも回復がちょっとずつ減ってきているわ。いるな、こっちで合ってんのかな本当に。でも道が分かんないよね、
こっちで合ってないパターンもあるよね。こっち行ってみよう。ん？なんか怪しいな。イルシールの地下牢、あ、地下牢に来ちゃったよ。幻影の予感。え、マジで？戻ってきちゃった。こっちからも行けたってこと？あ、巨人のいたとこだ、これ。なるほど。あ、こっちからはでも来れないんだな。あ、なんかあるぞ。鍵だ、鍵だ。なるほど、牢屋に捕まってるやつがいるのかな。これででも全部の牢屋が開けれるようになるのかもしれない。この下は行きたくない。う、なんだって？罠かよ。一気に抜けよう、ここはもう。これライフ減るやつじゃん。最大の、あれだ、危ない。こんな戦ってらんない。よし。じゃあ、罪の都。じゃあ、こっちはもう終わりか？さっきの下のとこはどうだろう？こっから行ける。こっちの下だな。怪しいところ。ここは怪しいよね。行っていいのかな、本当にここ。でも行けるしな。行ってみるか。よいしょ。あれ？ここ戻ってきてる？もしかして。最初のとこじゃねえ、これ。なんかそんな気がする。かがり瓶のとこかな。そうだ。そうに違いない。うん。なんだ、戻ってきた。なるほどね。じゃあこっちじゃねえんだ。こっちはただ、まあ、ああいうアイテムがあるだけか。オッケー。じゃあ反対の道だな。一回休んでいこう。よいしょ。と。あ、結構食らっちゃった。そんな高かったか。まあ、一回一個ぐらい。よいしょ。で、こっち行ったよね。で、左か。ここ右行ったから、左だな。また来た。こいつやっぱり、毎回復活するんだ。あぶね、無視でいいか、こいつも。めんどくせえ。でけえからそんなについてこないだろ。左、道ねえじゃん、左。あ、こっちか。ここか。いや、ないじゃないよ。これ絶対死んじゃうパターンだよ。ほ。全然道ねえじゃん。え、どこ？どこに道あんの？わかんねえ。わかんねえぞ。さっきの巨人のとこから下に行かなきゃいけない、行かないといけないとか。あ、こっちか？こっちはでも道なかったよね。こっち道なかったでしょ？飛べってこと？助からねえよ、絶対。助からねえ、これは。あれ？もうわかんない。他に道あったのかな？あっちのルートで。どうなんだろう。こいつ倒そう。邪魔だ。ほっ。攻撃が大振りすぎるぜ。ほっ。よし。こいつソウルめっちゃくれるな。でも多分こっちなんだよね。もう、行く道的にはね。違うのかな？あっこから来たのか、俺は。そうだ、あっこから来たんだよ。そうだ、そうだ。あ、でもあの下へ行かないといけないよね、多分。え、途中で飛び降りろってことか、あの、橋から。マジで。そういうこと？マジかよ。よし、来たぞ、橋のとこ。うわぁ、炎が飛んできて、行って！こんなとこでも来たかな？こっちから来たような気もしないでも、こっちから来てないよね、絶対。こんな橋じゃなかったもん、最初の。こんなボロくなかった気がする。もっと綺麗な橋だったような気もするけど、いて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 、ボコボコにされてる。見えない。とりあえず向こう岸へ行こう。炎が飛んできてる。やっぱアイテムもあるし、こっち来てないぞ、俺。なんだ、来てなかったぞ。うわわ、近い近い近い。もう入れ。奴は入れないはずだ、さすがに。
よいしょ。よいしょ。うわ、なんだここ。何これ、うわ、なんかいるぞ。あれ、石像か、石像だ。こっち来てなかった。ゴミの山だ、これは。なんだ、ゴミか、これは。なんだろう。あ、でも、なんかゴミと、なんか、金とか銀の食器だ。ゴミもある。いやー、石像じゃなかったですね。石像じゃありませんでした。ボスだ。もうボスだ、これ。意外と早かった。なんかいる。あ、入ってきてる。なんでおるの。ボスで飛び込むかも。行け。ボスで飛び込むぜ。いつものパターンで飛び込んでやる。かかってこいよ。出た。あ、巨人ヨウムだ。マジで。ついにここで巨人ヨウム。来たか。そんなにでかくない。思ってたほどでかくないぞ。あのなんか、ザコの巨人の方がでかいじゃん。ほっ。でもこれぐらいのサイズが多分一番強いんだよね。戦いにくいんだよ。当たらないもんだって。攻撃弱っ。なんだ、ダメージが弱すぎる。またなんか、あれか、弱点的なやつか。危ない。わかんない。あの赤いとこ狙わないといけないのかな。いてマジで。うわー、怖い。弱すぎるやろ、ダメージ。あの、ガシャドクロ倒した時より弱いぞ。なんかアイテムがある。ストームルーラー。これなんか、いけない。いけない。いてててて。ほっ。弱い。巨人だから硬いのかな？わかんないな。この水が何か、あるのか。これ水か。いや、毒とかが弱点とかかもしれない。暗い。外すかよ、そこで。暗い。外れんなよ。もっと予測して投げろ。よし、当たった。敵は毒が溜まってんのかが分かりにくいな。ほっ。危ない。敵の攻撃は避けれるぞ、なんとかまだ。あれ、柱、なくなってる？柱壊れてる？これもしかして。わかんない。あ、柱壊れてる。なんか柱を壊すの意味があるのかな。よし、壊れた。何も意味はありません。何も意味はありませんでした。柱を壊してもダメージが通りやすくなったのかもしれない。攻撃してみよう。ほっ、ダメだ。やっぱ顔面を狙わないとダメなのかな。ロックオン切り替えれるから、もしかしたら。いて。でも顔面どうやって当たるんだ。これか。剣なんか当たらないしな。こかしたりするのかな。何なんだろう。何がいいんだろう。やべ。無くなってきた。いて。ダメだ。どうしたらいいんだ、こいつ。こいつ、何なんだ。普通に。うわー。うわー。ダメか。もう、ないぞ。エストビオもうない。ほらー。あー、死んだかー。わかんねー。強いなー。硬すぎる。よーし、やってやる。貴様の弱点はもうすでにわかっているんだ。行くぜ。勝負だ。よーし。回避。そして、ストームルーラー。くらえ。当たったー。いいね、いいね。そして貯める。よし、危ない。びっくりした。うわー、うわーい、うわーい。くらえ、ストームルーラー。なんだ、燃えた。くらえ、ストームルーラー。燃えてる、燃えてるぞ、あいつ。貯めろー。エネルギーを貯めるんだ。よーいしょ。うわ、くらえー、ストームルーラー。いいね、いける、いけるぞ。貯めろ、ゴ
幸せ。ほわーじゃあかわして、今だモロタでストームルーラー決まったー、勝利、勝ちました。うん、王の巻いいね。ヨウム撃破しましたよ。こういうなんかイベント戦はでもあんまり得意じゃないねけど、いやー結構簡単に倒した。やっぱりこういうイベント戦だから簡単になるようになってんだね。普段使い慣れないこの剣を持ったからちょっと戦いにくかったけど、まあ勝ててよかった。よし、じゃあ今回はこの辺で終了しましょう。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。